まあ、オデッセイの凄さっていうのはやっぱりその選ぶ選択肢が多いっていうところに、まあ、高性能が乗っかってるっていうようなところがあるんですよね。だからやっぱり好み的なものを追求しつつも、まあ、性能も追求できるっていう、まあ、非常にこうパターンブランドとしては完成されているなという印象があります。皆さんこんにちは、クラブフィッター小倉です。今回ご紹介するクラブはこちら、オデッセイの AI-1 ビルドシリーズ、まとめてご紹介します。オデッセイのですね、新作パターが、2種類同時に発表になりました。一つはですね、 AI-1 シリーズというもので、インサートを AI が設計して、芯を外しても転がりの差が少ないという仕掛けというか技術を積んだ、新しいオデッセイでございます。でそのモデルはですね、フェースをインサートを先にそっち見せちゃいましょうかね、金属の上に、樹脂のインサートを乗せた、フェースになってるんですけれども、こっちとは別にですね、ミルドシリーズというものが、あります。こちらのフェースがこちらです。この、ゴールドのフェース、なんと64チタンって言ったら詳しい人分かりますかね。ドライバーでよく使われるチタンで作られているフェースです。でさらにミルドシリーズという名がつく通り、ヘッドは削り足しでございます。削り足しにさらに可変ウェイトがついているというのは非常に凝った、パターのシリーズです。でこのフェースなんですけれども、ちょっとパーツをお借りしてきました。AI がですね、芯を外したときにこのチタンを使ったときに、どこを厚みを持たせるとこう転がりの差が少ないかっていうのを計算して作られたフェースの裏です。もう一つの AI-1 シリーズはですね、これこう凝ってまして、まあ、そのフェースが見えるようにこう窓にはなってるんですけれども、こっちのミルドシリーズに関してはもう美しさを追求してますので、見えません。でもね、非常にこうちょっとこうなんていうの、ダークネイビーって言ったらいいんですかね、非常に深い藍色をしてて、これね太陽光の下で見るとめちゃめちゃ綺麗なんですよ。そこにね、こうフェースのゴールドとゴールドのオデッセイマーク、こっちにもついてます。これがね非常に映えて非常に美しいです。で今回お借りしたのがこの 2T っていう、まず綺麗な、ブレードタイプ、それからいわゆるベントシャフトの中型マレットですかね、6T というモデルです。まあ、ほとんどフェースバランスですね。まあ、微妙に頭側が垂れているような、まあ、少し開閉にも、受け付けてくれるようなマレットになってます。でもう一つが人気のある 7T ですね。はい、こちらはほぼフェースバランスになってます。少し小ぶりになってます。これまあ、いわゆる削り出しの問題であったり、重さの問題であったり、まあ、いろんな多分理由があると思うんですけれども、もう一つの AI-1 シリーズの、2も7番この7の形はあるんですけれども、そちらの方はねもう一回り大きいサイズになってます。まあ、今日お借りできたのは、3モデルなんですけれども、まあ、ラインナップが完全に揃うと、まあ、10モデルぐらいになるようですので、まあ、いろんな形に選ぶこともできると思います。性能に関してなんですけれども、やっぱり転がりの差は少ないなって感じますね。まあ、わざと芯を外してみたりですね、真剣に打って結局結果的に芯に当たらなかったりみたいなパッティングを、何回かしましたけれども、やっぱり転がりの差は少ないです。こう自分の打ったフィーリング、自分が狙った通りに打てたフィーリングのものと、あ、芯に当たらなかったって思った時のフィーリングの差がやっぱり非常に少ないですね。あと一転がりとか、その最後にアマラインに垂れちゃうみたいな、ミスがだいぶ減るんじゃないかなっていうのは感じます。これもう一個の AI-1 シリーズにも感じたものなんですけれども、こっちの AI ビルドの方はこう金属の分よりこうちょっと飛ぶ感じはしますね。飛ぶっていうのはボール初速が少しこう速い感じがします。まあ、インサートが金属だけあってですね、いわゆる樹脂製のインサートに比べて、かなりこうソリッドな打感を味わえます。 AI-1 ミルドシリーズなんですけれども、非常に AI のその設計のシミュレーションの高さって言ったらいいんですかね、やっぱりその設計力の高さって言っちゃった方がいいですかね。ミスへの強さっていうのは、打ってみて非常に強く感じました。まあ、オデッセイの凄さっていうのはやっぱりその
選ぶ選択肢が多いっていうところに、まあ、高性能が乗っかってるっていうようなところがあるんですよね。だからやっぱり好み的なものを、結果的にこう追求しつつも、まあ、性能も追求できるっていう、まあ、非常にこうパターンブランドとしては完成されているなという印象があります。で値段もね、正直私もっと高いと思ったんですけど、高いですよ、高いんですけど、あの思ったより高くなかったです。追加モデルというか、多分こういうモデルが出るんだろうなっていう想像して、もしそういうのが出たら買っちゃうんじゃないかなって勝手な想像しているところでございます。非常に所有感というか仕上がりが綺麗ですので、まず手に取ってみてください。で手に取る機会があれば打っていただくとインサートの凄さ分かると思います。ぜひ手に取って打ってみていただけたらなと思います。